お疲れ様ビーム <laughs> はい、ということでえーっとですねまあちょっと移動中の動画撮ってたのど乾いたんでサービスエリア寄りましたそしたらですね湘南ゴールドサイダーっていうのを発見しました湘南ゴールドサイダー見えますかねちょっと見えづらいかもしれないですけど湘南ゴールドサイダー湘南ゴールドサイダーいやこれど これねパッケージがね気合い入ってるんでこれちょっといいんじゃねえかなと湘南ゴールドサイダー湘南ゴールドですよ湘南ゴールドまあ巷で今あのー、そのエナジードリンク流行ってますけど今から流行るのは湘南ゴールドサイダーですよやっぱエナジードリンクより多分エナジーされてると思いますよ行ってみたいと思います湘南ゴールドサイダー ネーミングがね、気合い入ってる、マジで。おお。これ何味なんだろうあ、えー、湘南サイダー。湘南サイダーが、完熟するまでにこだわった、えー、 湘南ゴールドを使用しした美味しいえ完熟するまでにこだわった湘南ゴールドを使用し、えー、美味しさを追求した贅沢なサイダーですあ湘南ゴールドっていう野菜があるのかな野菜とか果物が湘南ゴールドっていう野菜,野菜とかこれがあるらしいっぽいですねああこれは うま,いまあどれぐらいうまいかっていうとよっしゃ2ポイント90ポイントまあ90ポイントぐらいですね、まあ、100パーではいかないですけど、まあ、も,うもうちょっとガツッときてもいいかなとコクがないあっさりし,しすぎてるいやそのいい面もあるんですけど今の僕の体調下の体調はもうちょっとね濃い味が欲しかったっていうのがあるんで これはあのー、炭酸が結構パンチ効いてて炭酸はパンチ効いてるんですね炭酸がばって口の中にばって広がるんですけどその後この多分湘南ゴールドの,この野菜というか果物がこの酸味もちょっとありつつ爽やかな感じでふわーみたいな感じで口の中で幸せになってで幸せになったと思ったらふーんみたいな分かります一旦幸せにふわーんってなった後とふよーんみたいなもうすぐフェードアウト 幸せは一瞬みたいなそんなときめきかときめきを与えてくれる湘南ゴールドサイダーですだからね何が言いたいかっていうと後味すっきりってことですあこれはアルコール入れこれねちょっとアルコール入ってこれをカクテルにしたら超うまいと思いますか多分これねアルコール入れたやつで作った方がいいですよ絶対これは絶対早い これちょっとバーとかに置いても超取れますよ。これめちゃくちゃうまいんで、これカクテルというか、なんか、アルコール入れたら多分めちゃくちゃいいと思います。女性受け抜群ですね、これ。これね、絶対いいですよ、湘南サイダー。湘南ゴールド。カクテル、カクテルか、その、その、なんだろうな、その、まあと、とりあえずお酒入ってる。 中杯だとちょっともったいないなまぁ、あ、中杯なんですけどちょっとプレミアな感じで。湘南ゴールドみたいな。湘南ゴールドの中杯です。絶対うまい。これ中杯にしたら絶対うまいですよ。酒入ったら。これ絶対女ウケいい。これいいなこれもったいないなこの味。ああこれ絶対に お酒入った方がいいかもしんない。もったいない。なんかね、本当に、すっきりさっぱりしてるんですよ。すっきりさっぱりして、口に残らないんです、全く。これね、不思議です。口に全く残りません、これ。湘南ゴールド。その、だいたい甘いものを飲むと、ちょっと、口の中がちょっと、ねっとりするというか、なんか、なんか、そう、なんか、するじゃないですか。これもちろん甘いんですけど、まあ、あの、ジュースなんで甘いけど、 口の中に残らないだからふわって幸せが広がってふわピュンみたいなフェードアウトすぐしてくれるうんすごいだ,だからそのーバーとかでバーとかってまあ一瞬のきらめきときめきじゃないですかバー行った時と一瞬のときめきを味わうじゃないですか口の中も一瞬のときめきも味わえるっていうね素晴らしいですよこれバーとかにね置いたらいいんじゃないですかね湘南ゴールド うんでパッケージもちょっとねキラ入ってるのを買っちゃったんですけど湘南ゴールドみたいなサイダーみたいないやこれねおしゃれなあのバーとかに湘南ゴールド置いてたらこう湘南ゴールドがこう並んでるわけですよマスターこれ何湘南ゴールドって絶対いいよこれ湘南ゴールド湘南ゴールド絶対いいでマスターが あちょっと飲んでみますみたいなそれ実は美味しい飲み方あってっカクテルにするとやばいんですよみたいなやっちゃいますよみたいなまあカクテルって振るんでこうサイダーだから難しいかまあななんかなんかその炭酸あのアルコールちょっと入れるとかしてまあサワーというかね、うん、こ湘南ゴールドいいなあーこれはうまいわ これうまいなこれうまいですだからぜひですね、まあ、ちょっと多分コンビニには売ってないと思うんですけれども、まあ、サービスエリアとか、まあ、このあああああうあゆ沢あゆ沢サービスエリア来た時はぜひ湘南ゴールド買ってみたらどうでしょうか以上です